高橋さやかは、日本の女子バドミントン選手。奈良県柏原市出身。左利き。富山市立和合中学校。富山県立高岡西高等学校卒業。日本ユニシスバドミントン部所属。2013年から日本代表に選出されている。姉は同じく、日本ユニシス所属のバドミントン選手である、高橋麗香 奈良県柏原市の柏原ジュニアでバドミントンを始める。2007年、富山市立和合中学校では、全国中学校バドミントン大会で、シングルス優勝。2008年、高岡西高等学校では、全日本ジュニアバドミントン選手権大会で、ダブルス優勝。2009年、インターハイで、ダブルス優勝。2010年、全国高等学校選抜大会、インターハイで、 シングルス優勝。2011年パナソニックに入社。全日本社会人選手権大会でシングルス優勝。2012年オーストリア国際、大阪国際、モルディブ国際、スコットランド国際でシングルス優勝。全日本社会人選手権大会でシングルス3位。2013年、2013年度からのパナソニックバドミントンチーム活動休止により、 2月1日付で日本ユニシスに移籍。オーストラリアオープンでシングルス優勝。アジア選手権中国マスターズでシングルス3位。全日本社会人選手権大会でシングルス優勝。2014年ドイツオープンでシングルス優勝。アジア選手権でシングルス3位。女子シングルス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 ハット AB。 栄光と感動の33年、パナソニックバドミントンチームマイナス発足からの歴史を振り返るマイナス。パナソニックスポーツ。2014年6月24日閲覧。AB、日本ユニシス、高橋さやかのパナソニックからの移籍を正式発表。スマッシュネット TB、2014年6月25日閲覧。高橋さやか選手加入のお知らせ。日本ユニシス。 2014年6月24日閲覧。ありがとうございます。